どうしても死なせたくない友達がいるから、今度こそ死なせたくないから、生きててほしい友達だから。有罪、増田純一の言葉。皆さん本日もお疲れ様でした。あらすじラジオ Q です。今回は実話犯罪シリーズ第7弾ということで、有罪を紹介します。終始暗い雰囲気漂う、見終わった後もどんよりする、そんなジャンルの作品です。慣れない職場で同僚となった友人は、かつて世間を騒がせた児童殺害事件を起こした少年 A だった。そのことを知ってもなお彼と友人を続けることはできますか、というね、自分にも起こる可能性がある、でも考えたこともなかった、そんな内容の作品です。少年法、少年犯罪、そして親の責任はどこまで果たされるべきなのか、まあ、いろんな要素がギュッと詰まった、考えても考えても答えが出ない、モヤモヤする、でも見ちゃう、そんな作品です。いつものように結末のネタバレは避けて、前半部分のあらすじを紹介していきます。まずは事件の概要から紹介していきます。元になったのは神戸連続児童殺傷事件。これはあまりにも有名な事件ですね。1997年、当時14歳の少年が5名の小学生に危害を加えた事件です。実名は公表されておらず、通称少年 A と。その犯行のあまりの残虐性や暴力性、マスコミをおちょくるような声明文、自らを榊原生徒と名乗る幼稚さ、そして捕まった犯人が14歳の中学生と、多くの特異な点から話題を呼んだ事件です。この事件が起きた当時、僕小学 2,3 年ぐらいだったと思うんですけど、なんかうっすらやっぱ覚えてるんですよね。子供だったんで、もちろんね、事件の内容細かくは分からなかったんですけども、この榊原生徒っていう文字列はなんか記憶に残ってました。で、映画の方ではこの事件の犯人がモデルとは明言されていないんですが、そうじゃないのと思わせる描写がいくつか見受けられます。まあ明言はないと。最近ではですね、2015年に自らの生い立ちや犯行当時の状況などを綴った手記ゼッカを出版したことでも話題になりましたね。監督は是々孝久さん。今年2021年に、守られなかった者たちへという最新作を控えております。キャストはご覧の通りとなっております。生田斗真さんと瑛太さんがメインとなっておりますね。それではあらすじの紹介に入っていきましょう。主人公の増田純一は元週刊誌の記者です。ただある事件を起こしてしまったことで現場にいられなくなり、職を転々とするうちにある町工場に流れ着きました。その初日、みんなの前で挨拶する純一の隣に男がもう一人、鈴木秀人。彼もまた同日に入社した同僚だった。初めての仕事に戸惑う純一に対して、手際よく作業をこなす秀人はどうやら経験者のようだった。そして二人は先輩二人と一緒に社員寮という名の一軒家で共同生活をすることになります。でもこの秀人はなんか不思議なやつだった。コミュニケーションが下手というか、影があるというか、人との接触を避けているような、そんなやつだから職場でもすぐに浮いてしまった。暗いとか生意気とか、早速先輩から難癖をつけられた。で、ある日純一は秀人の部屋を調べるという先輩の話に付き合わされることになった。部屋にはナイフ、そして両親の顔が削り取られた家族写真、そしてスケッチブック。絵の腕前は相当なもので、先輩も思わずうめえなと漏らしてしまうほどだった。しかし何枚かめくっていくと、裸の女性を描いた絵が何枚も出てきた。なんでマザコンじゃん、先輩は言います。でもこれ本当にそうなんだろうか。ある夜、純一はうめき声で目が覚めます。何事かと部屋を出ると、酔いつぶれた先輩が撒き散らしたゲロにまみれて玄関で突っ伏してた。いや、久々に見ましたね、映画のマジゲロ。泳いでましたからね、ゲロの海でスイーッつって戻してね、ゲロだけになんつって。同じく部屋を出てきた秀人は何のためらいもなく、ゲロにまみれた先輩を担いで部屋に運びます。まあ嫌々ながら純一もそれを手伝います。それから二人は少し話をした。純一は秀人に対して特別な思いがあった。
中学の同級生に似てたんです。それを伝えると、どんなやつ？と聞かれたから素直に答えた。自殺した。その時増田くん何感じた？抑揚のない声で秀人が尋ねる。悲しかった？俺が自殺したら痛みとか感じられる？悲しいと思える？まるで機械音声のような声でやつげ早に質問します。純一はちょっとムッとなって、悲しいに決まってるだろ。本心だった。秀人は嘘だ、吐き捨てるように秀人は言った。それっきりうつむいて黙ってしまった。でも少しだけ秀人に近づいた気がした。それからしばらくして二人が友人になるきっかけとなるある事件が起きた。それは仕事中に起きた。その日純一は連日の仕事と慣れない環境のせいでひどく疲れていて集中力を欠いてた。そして上司に呼ばれた先輩が純一に言います。機械見ててくれ、見てるだけでいいからね。言われた通り機械の前で見てる純一。すると気が緩んだのか、ふっと一瞬意識を失って前のめりに倒れます。その瞬間、指が、純一の絶叫が工場内に響き渡った。なんと高速で回転する機械に指を切断されてしまった。痛みと恐怖でパニックになる純一、そこに真っ先に駆け寄ってきたのが秀人だった。後から先輩たちがゾロゾロと集まってきて、純一はタクシーに乗せられ病院に向かおうとした。すると、今度は秀人が大声を上げてタクシーを止めた。そして同乗していた先輩にあるものを手渡した。氷袋に入った切断された指だった。秀人の機転のおかげで治療がなんとか間に合って、十一は指を失わずに済んだ。この事件をきっかけに二人は友人になった。周りから浮いていた秀人もこのことがきっかけで先輩たちとの距離が縮まり、ぎこちないながらも会話ができるようになった。そして治療を終えて戻ってきた純一と先輩たち、そして秀人を交えてカラオケで退院祝いが行われた。そこで純一は初めて秀人の笑顔を見た。帰り道、純一は改めて秀人に礼を言うと、友達だから。純一は素直に嬉しかった。でもこの直後、純一は知ってしまいます。秀人がかつて世間を騒がせた日立連続児童殺害事件の容疑者、その少年 A に告示していることを。調べるほどにその疑いは濃くなってくる。大人になってからできた友人、あなたにも一人はいるでしょう。それがもしかつて人を殺したことのある人間だったことが分かったとして、あなたはそれでも友情を守ることができますか？苦悩する純一。そして決定的な事件が起きた。さあ、いかがだったでしょうか。ここから個人的な感想を紹介していきます。どこか人と違う鈴木秀人、その秀人に中学時代の友人の面影を見てなんか気になる純一。実は純一にはその友人に対して負い目があるんです。だから秀人に対してもちょっと特別な思いがある。でも秀人を友人と思う純一の気持ちも、純一を友人と思う秀人の気持ちも、どっちにも嘘はない。そしてこっからです。こっからが結構ね、精神的に来るシーンが連続しまして、でちょっとだけネタバレ含むので嫌な方は周り右してほしいんですけど、僕が特に印象深かったのが純一と秀人が公園で会話をするシーン。純一はそこで秀人に対して感じていた疑念をぶつけるんですよ。それはもう純一にとってはすごく苦しいことで、もちろん秀人にとっても忘れたい、でも忘れちゃいけないことで、心にあるものをそこで全部出すんです。人を殺して償いきれない罪を抱えて今も生きている秀人は一体何を思ってるのか。人間味がもともと薄い秀人が出した魂の言葉は、もうぜひ聞いてください。そしてもう一つ、この作品にはもう一人主人公がいます。それが佐藤浩市さんが演じるタクシー運転手山内。あのね、指を切断してしまった純一を病院まで送り届けたのがこの山内なんです。
この人物もある問題を抱えてるんですよ。それが息子が起こしてしまった交通事故によって、その被害者と被害者家族を壊してしまったこと、その責任にずっと苛まれてるんです。で、加害者家族にスポットを当てた作品として、僕は過去に葛城事件を紹介したんですけれども、この葛城家とね正反対で、俺も被害者だっつって横暴な態度をとっているのが葛城家、対してこの山内はなんとか責任を取ろうとできる限りの誠意を尽くそうとします。でもそれってどこまで、いつまで、親の家族の責任ってどこまで果たされるべきなのか、そんな問題をずっと抱えてます。この映画に出てくるねテーマ全部に明確な答えはありません。だからどうぞ一緒にモヤモヤしましょう。さあ、そろそろお時間の方が近づいてまいりました。今回のあらすじを聞いて少しでも作品に興味を持てたら幸いです。有罪は現在こちらの配信サービスで視聴することができます。概要欄に予告編と合わせて URL 記載しておきます。ぜひ視聴してみてください。作品の感想も共有できたら嬉しいです。ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今回はここまでです。お相手は私Qでした。僕からは以上。